レフ・サピエ派レフ・サピエ派は、ポーランド・リトアニア共和国の大貴族。リトアニア5名は、レオナス・サピエが、1580年より、リトアニア秘書官を、1581年より、リトアニア初期官を、1585年より、リトアニア副大法官を、1589年より1623年まで、リトアニア大法官を、1621年より、ビリニュス県知事を、 1623年より、リトアニア大エトマンを、それぞれ歴任した。また、スーニム、ブレスト及び、モギリョフの大官でもあった。1582年10月4日から11月25日に、かけて開かれた通常政務では議長を務めている。その輝かしい政治的経歴が示すように、サピエ派は、共和国の歴史における偉大な政治家であり、 富と権力を有するマグナートであった。彼は政治のみならず法律かまた将軍としても才能を発揮し、当時のリトアニア大公国を文化的に発展させるのに最も貢献した指導者でもあった。彼はドイツのライプツヒで教育を受けた後、大法官ヤン・ザモイスキの庇護下に国王ステファン・バートリの秘書官となった。 サピエ派は1584年から1600年にかけて続いていた共和国とモスクワ国家との友好的和平の維持を支持しており1600年には自らモスクワに赴いて同盟関係の存続を提案したがこれはサーリのボリス・ゴードノフに拒否されている。サピエ派はステファン・バートリチカでのリボニア戦争 およびジグムント三世地下でのロシアポーランド戦争にも参加した。特に後者の際はモスクワ君主の座を狙うジグムントの計画を支援していた。また1617年に国王の長南部ワディスワフ王子がモスクワに攻め込んだ際もこの遠征を積極的に推進したという。大法官としてのサピエ派は憲法的な性格を持つリトアニア法典の最後の バンにおける、編纂の主催者であった。また1641年、ビリニュース大学に法学部が創設されたのも、彼の尽力があったためである。サピエ派は、リトアニア大公国内の多くのカトリック教会の、講演者であり、そしてサピエ派家に、長きにわたって継承される富と権力を残すことになった。サピエ派は1633年に亡くなり、 遺言に従って、ビリニュスにある、大天使、ミハエル教会の地下納骨堂に埋葬された。ありがとうございます。